こんにちは、資産構築アドバイザー塚本です。はい、こんにちは、浜道夏子です。はい、じゃあ夏子さんと一緒に動画を撮っていきます。こちらの動画では、本当にそれって大事ですか？はい、本当にそれって大事ですかっていうのを撮っていきますので、はい、どんな動画かっていうことですね。この動画を、うん、まあ、あなたが見ることによって、まあ、断捨離とかっていうところですね、うん、とか、本当にそれって時間無駄にしてませんか、ね、とか、その時間をもっと有意義にすることができるんではないかって、うん、これ有意義にした時に、最終的に将来につながる結果とかが出てくるんですよ。で、将来につながる結果って何なのかって言ったら、やっぱりその、収入の、ね、柱が増えたりだとか、ちゃんとその有意義な時間を使っていただくことによって皆さんのスキルアップであったりとかつながっていきますので、はい、そういった動画を撮っていこうと思います。はい、最後までご覧ください。ご覧ください。はい、それって大事ですか？私よく、はい、前ね、以前その、はい、お笑いがすごい好きで、あ、うんうん、いいことですね。で、まあ、仕事を普通に OL としてやっていく中で、やっぱストレスとか溜まっていくんですよ。で、それでまあちょっと気晴らしに一本お笑い見ようかなっていう見てったら、はい、気づいたら1時間2時間経ってるとか、こんなことでやってんねんったら資格の勉強できたやんとか、うんうんうん、なんかそういったこととかも思ってることがあったんです。はい、でやっぱりそれって多分目標というか本当にやりたいっていう覚悟ができてなかったりとかしてるところにつながってるのかなっていうのがあって、なので、なんて言うんだろうな、ちょっとした快楽とかもあるかと思うんですよ。ほんとちょっとこれだけ楽しんだら次頑張ろうっていう、そのちょっとだけっていうところがガッてこうのめり込んでしまって時間忘れてしまうっていうことがあるので、まあ、たまにの息抜きはもちろん大切なんですけども、もしたまに息抜きとかするんであれば、しっかりこういつももう何までに終わらずとか、うんうんうん、もうほんまに5分しか見えへんとかっていう、ほんまに自分の、ね、覚悟というか決めてやるしかないな、はい、なんでこう本当にそれをずっと見ていくのが本当に大事かっていうのを自分とちゃんと会話をしてほしいなって思います。いや、めっちゃ素晴らしいことを言ってくださって、今、まあ、覚悟ですね。結局これって、まあ、お部屋の掃除とかも一緒じゃないですか。はい、掃除しようって、大晦日になったら掃除しようって思って、はい、結局その掃除したしだしたと思ったらアルバム開けても1日過ぎてますとか、あるじゃないですか、写真見てしまいましたとか、うん、はい、で言うんではなくって、もう何時までに終わらせようとか、時間の区切りって絶対した方がいいですし、例えばじゃあ部屋の掃除をするってなった時に覚悟を決めるってなっても、目標が定まってなかったら絶対にこれ覚悟が決まらないんですよ。じゃあどんな部屋の設定にするかとかをもうめっちゃ明確に妄想しておくっていうのであったりとか、なんだろうな、やっぱりその時間ですね、さっき言った時間はちゃんと決めて、お笑い見るんだったらじゃあ30分だけとか、そうですね、15分だけとか決めて、それで15分アラーム鳴らすとかね。そうですね、うん、ちゃんと自分に気づかせないとダメですよね。そう、結局これってもう 自主性なんですよ、はい、何でもそうなんですけど、自分が気づかなかったら相手から言われても、いやいやまだお笑い見たいし私みたいになるんですよね。うん、でそこでやっぱり自分が、あ、はって気づいてやめようって思わないとやめれないし、だからそこをね、しっかりと、はい、時間管理もしていただけたらなと、うん、思いますね。そうですね、はい、時間管理っていうところであると、やっぱり普通に副業っていう形で考えてる方もいるかと思うんですけども、はい、うん、やっぱり普通のお仕事が終わってから友達と飲みに行くとか、飲み会、そうです、うん、か多す、まあ、もちろんその会社の何でしょう、コミュニケーションとかもちろん大事だと思うんですけども、自分が何を目指しているかっていうところを改めて考えてもらって、はいはい、本当にそれって大事な、今自分が何を目指したいかっていうのを改めてこう認識してもらうと、うん、こう付き合う人とか環境とかも自分で自主性、はい、こう自主的に変えていけるんではないかなって思ったりするんで、うん、そういったところで、そうですね、時間とかも、時間も資産なんでね、資産です、本当に大事にしていってほしいかなと。私もよく昔はその飲み会とか行ってたんですよ、うん、で時間が有り余ってて、時間があるから、あ、飲み会行こう今日みたいな、でネットで調べたら出るんですよね。
あの今日大阪で飲み会してるところとか、 あとそのつてでなんか飲み屋さんで、うん、まあ、ちょっとしたバーみたいなところで、まあ、出会った人、うん、なんかこういう出会いを楽しいなって思ってたんですけど、うん、出会いが楽しいとかってなんかその時限りなんですよね、うんうん、そうですね、うん、そこでまあ出会って本当にもしかしたら人生変わる人と出会うかもしれないんですけど、まああんまりないかもしれないですよね、うん、これってっていうことは自分から自ら、まあ、人生変えてくれる人とか、まあ、何が幸せかこのね動画見てる人でもわからないけど、なんか人生って大きく変わろうと思ったら変えれるわけなんですよね。でそこのじゃあ人生変えようと思った時に大きくじゃあ人生変えてる人と一緒に、そうですね、なんか時間を共有するのか、はい、それとも人生変えてない人と、うん、時間共有するんかって言ったら、ね、うん、しっかりねそこは人生変えた人からいろいろアドバイスもらったり、うん、勉強する時間っていうのも必要なんじゃないかなって、うん、はい、すごく思います、はい、うん、でもそんなね、はい、まあ、時間の大切さであるとか、まあ、断捨離とかですね、うん、はい、断捨離も本当必要になってくると思ってて、はい、なんか私はその2年前、まあ、バスガイドをずっと13年間やってきたんですけど、はい、めちゃくちゃ多いんですよ、その教本とか資料とか何々県のパンフレットとかでもめっちゃ多くって、はい、それ全部捨てました最近1ヶ月前ぐらいに、多分ゴミ袋5袋ぐらいで、そんなに多いんですね。あと本とかはあの先輩が、まあ、取りに来てくれて、でそれも全部あげたって感じなんですけど、やっぱり断捨離しないと家の中も片付かないし、ね、全部もうね、なんかいろいろ変えようと思ったら、うん、自分が変わらないと人生変わらないから、そうですね、はい、でそういった方と、まあ、仲間がめっちゃ大切ですね、うん、そういった仲間と一緒にいるっていうところを心がけていただけたら、あなたの人生も大きく変わっていくので、そういった前向きにねやっていただけたらなと思ってます。そういったところで、はい、題名は何でしたっけ、本当にそれって大事ですか。あ、それです。本当にそれって大事ですかっていうところを、はい、心がけていただけたらなと思います、はい、でこういった動画ですね、たくさん撮っていってますので、マイチャンネル登録と、あと無料で、最新の投資案件であったりとか情報を配信させていただいてます。この LINE アットですね、追加してくださった方にしか、まあ、その情報がいかないので、よかったら追加してください。はい、では最後までご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございました。